今日は何の作業ですか。今日はね、はい、あのちょっとほらそこのところはね、子供たちが出たり入ったりするところをねちょっと直したんだよ、うん、そしたらちょっとこっちの方が気になっちゃって。だからこの苔がね何生えてるかさ、よしこれ苔取ってやれば土が出てくるよね、うん、この苔っていうのはいいような悪いような、そっちの方いっぱい。まだ何か植えるんですか。いや植えない植えない、うん植えないよ。ちょっとこう少しちょっと、ね、うん、苔も可愛くないから。これ、はい、この僕もね、ほっとけばいいんだけど。ほっとけばいいけどね。でもあったかくなって、だいぶ作業がしやすくなりましたね。ずいぶんね、あったかくなったね。今日も、昼間あったかくなるって言ってたね、うん。でも、朝はやっぱり、まだ寒かったね。ちょっとだけね。うん、でもね、外出るとね、お天道様がちょうど、ね、登ってくるからいいとこなのよ。でまずお天道さんご挨拶して。お天道さんにご挨拶っていうのは何かやるんですか。じゃあ手を拝んで今日も一日無事に過ごしますようにお参りくださって、お守りくださいって言えばいいな。私はそうにしてる。だん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 とさ、こっちの方へやってきて、うん、前はこっちの方へ。だん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 見てるか。この中に入れなくていいんですか。入れます。これ、こんなに乾いてるから、この間の茶にもっとね、みずみずしく、これを枯れてきてるから。楽しみですね、これから。楽しみです。ね、本当に楽しみです。どんな花だっけなとかね。若いのが出てくると、また面白いな。これはね、これはだんだん、なんとか、紅蘭かな。書いてぶら下がっとかなくちゃ。聞かれてもなんかよくなんか聞かない。ぜひチャンネル登録してください。